えー、おはようございますす塾の久保です本日は1月1日時間にしておそらく日本の全国的に6時半ですから初日の出を見に集まってる方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよこの年に一度の元旦の初日の出これをねやっぱこう見に行きたいなっていうのは人の動機としてかなり高まってる時ではないかなと思いますつまり集客が自動的に太陽がしてくれてるんですよねで私が考えている不労所得ビジネスっていうのは 近所のね初日の出を見たくなるようなスポットにおさい銭箱を置いておくってことなんですよおさ銭箱を置いといてその近くに、まあ、北海道とかねドリンクは置いとくのは難しいんですけども北海道を置いといて何気なく価格表も何も出さずにその2つをセットで置いとくんですよで私がやったところによると昨年は400円入ってまして値段とか貼ってないんですよでカイロは4つなくなってました もちろん回路はね持っていかれちゃったりとかお賽銭が全く入ってないっていうことも考えたんですけどもまずやってみることだと思うんですよ否定論から入るんじゃなくてそれをやったらどうなるかなそして集客が自動的に太陽が行ってくれるベストタイミングって1月1日を置いて他にないと思うんですよもちろん2日や3日でも初日の出っていうのはあると思いますよでも1月1日のインパクトには届かないでしょ そして最大のポイントはこれ無人でできるってことなんですよ。誰にも迷惑がかからないですよね。で、私の場合はそのお金を地域に寄付して、まあ、ありがとうございましたっていうことだったんですけども、うん、分かったのがね、稼ぎるってことなんですよ。もちろん、初日の出をお参りに来る方が、小銭入れを持ってきてるどうかって問題はありますんで、商売として成り立たないんじゃないかなっていうことも考えられますけども、まあでもね、おさい銭箱があったら、なんとなくね、 お参りをした時に10円でも20円でも入りたくなる人の心理があると思うんで、それを確かめてみたってことです。逆に言いたいんですけども、元旦にですね、お金を使う人と稼ぐ人、もうね、最初から差ができてるんですよ。あなたは元旦からこれほど集客が見込めている瞬間にですね、何か仕掛けてますかね発想はありますかね発想すらないですかね数百円を稼ぎに行かない人が、 一体いくらを稼稼ぎに行こうととしてるんですすかかかねね万万まなかなかそういう大きい金額は難しいよって言われるじゃないですかじゃあ10万だったらどうですか3万だったらどうですか100円だったらどうですかどの金額帯も苦手ですかいやーそれじゃあね稼げないし売れるかどうか分かんないけどとりあえずやってみるそのために自動的に集客が行われている1月1日を利用するこんな良いいではないと思うんですよね ままずやってみたらどうかなと思いますちなみに初日の出をネタにした YouTube 放送で初日の出とともにおじさんが生歌を歌うみたいな有料チャンネルがあったりねそれからあの女子高生と一緒に初日の出見ましょうみたいな YouTube を放送している方もいらっしゃいましたこれも有料放送です高校生ですら女の子ですらおじさんですら 初日の出と自分を絡めてお金を稼ぎに行ってまんまと稼いでるわけですよ。そしてそこにお金を払いたいというニーズがあるんですよね。初日の出を見るために女子高生の女の子を見たいなっていう人もいれば生歌で渋く1年をあけたいな初日の出を見たいなっていう人もいるわけですよ。あとはね富士山の山頂から初日の出を見ます有料放送です。そこにもニーズがあるんですよ。 多分、この放送を見てる、どなたにでも、自分にしかできない放送が見つかると思うんですよね。それこそ、賃貸4畳半からの初日の出です。でもいいと思いますしね。なんか、カーピリから初日の出です。一人ぼっちで初日の出です。一人ぼっちの人集まれ。いいと思うんですよ。まずやってみることじゃないかなと。1月1日から稼ぎ始める人と、1月1日に財布の紐が緩む人。 あなたはどっちですか未だに買う側ですかそれとも今年から売る側に回ってますか以上です。